なにわ男子、藤原丈一郎&大橋和也、串カツ食べ放題に挑戦岩田絵里奈アナは人生初パンダに大興奮。人気グループなにわ男子の藤原丈一郎と大橋和也が、9日放送の日本テレビ系バラエティ、1億3000万人のショーチャンネル、毎週土曜木時に出演する。今回は、スタジオゲストに中条あやみ、雨宮塔子を迎え、全国お出かけ SP を届ける。藤原と大橋は、食べ放題どれだけ食べれば元が取れるのか、シリーズに登場し、学生やサラリーマン、ファミリー層にも大人気の、串カツ田中で食べ放題に挑戦する。約80種類のメニューを次々と食べまくる、ジャニーズ一の大食いと言われる大橋の食欲が大爆発。そのペースに藤原&スタッフも圧倒される。果たして二人は、元を取ることができたのか？アンミカ、若月千夏、滝沢カレンの三人は、日本屈指のパワースポット、宮崎県高千穂をぶらり旅。20年以上通い続けるアンミカが、おすすめスポットや名所を若月、滝沢と巡る。旅の始まりは、アンミカが、魂の拠り所と呼んで足しげく通う場所、荒立神社からスタート。芸能の始祖、天王詰の命と道開きの神様、猿田彦命が結婚して建てたと言われる荒立神社は、芸能人や実業家がこぞって参拝に来る。宮司の案内で、普段は入れない奥の本殿でお参りをさせてもらう三人は、神社の裏山で意外なものに遭遇する。続いて向かったのは、国の名勝、天然記念物に指定されている高千穂峡。12万年前に阿蘇山の噴火によりできた峡谷に架かる真内の滝は高千穂有数の絶景パワースポット。切り立つ岩に挟まれた川を手漕ぎボートに乗って進み、滝の前で映え写真を撮ろうとする3人だが、ボートをうまく操縦できずに悪戦苦闘する。約1900年前に創建の高千穂神社では、国重要文化財の狛犬や境内のパワーストーンから、近づくだけでビリビリする、とパワーをもらいまくる。旅の締めは、アンミカお気に入りの蕎麦店で、高千穂さんの蕎麦粉と御神水を使用した神々しい蕎麦を堪能する。さらに、岩田絵里奈アナは人生初の生パンダに遭遇し、29年間で17頭のパンダを育てた和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドに潜入する。東京ドーム約17個分の敷地内に陸と海の動物が約140種類、約1400頭も暮らす動園は、パンダを間近に見られることでも大人気。岩田も、パンダとの念願の初対面に、めちゃくちゃ可愛い。こんなに近くで見られるんだと大興奮する。難しいと言われるパンダの育成になぜそこまで成功できたのか、そのノウハウを直撃する。パンダが快適に暮らせるように日々奮闘する凄腕飼育チームの知られざる苦労とは？飼育員が出題するパンダクイズに、スタジオの桜井翔が大苦戦する。